人一人がこういうミスがあれば J1 に行けないし、ね、去年17位だったっていうことをしっかりと、ね、みんながまた心の中に入れて、何にも、ね、こう勝ち取ってないし、ね、こうどことやってもやっぱ厳しく来るんで、そこに対して僕らは負けない気持ち、もっともっと本当シビアにやっていかないと、ね、このまま目標っていうところでたどり着けなくなる可能性があるので、まあ、そこは、ね、一人一人考えてやっていければいいかなと思います。後半までこの、まあ、ベルディ戦全く、うん、自分たちのゲームができなかったんで、うん、まあ、そういう意味ではすごいメンタル的にも戦術的にも修正できたと思うから、次の、まあ、ワンオフ戦がすぐあるんで、そこでどんだけまたフレッシュな状態で、まあ、同じじゃダメだと思うんで、うん、まあ、さらにまあ、テンションを上げることと、まあ、あとは細かい、クオリティを自分としては突き詰めたいし、サッカーをもっと、力で解決するんじゃなくて、まあ、それも必要な部分だと思いますけど、まあ、もっともっと考えて動いてっていうのをやっていきたいなと思います。前節はちょっとこう受けに回っちゃった部分もあるのかな、特に守備の部分で。本来僕らっていうのはもう守備においてもこっちからまあボールを取りに仕掛けていくっていうことができてなんぼで、まあ、それができない時も当然球場の中であるんで、そういう時はまあちょっとリトリートして受けに回るっていうこともあるんですけど、やっぱそれがメインではないですから、前節に関してはそれがやっぱりちょっとメインになってしまったっていうところで、まあやっぱり今日の試合に関しては、まあ、守備の部分で特にやっぱりこっちからこう仕掛けていくっていうことができればっていう部分があったんで、まあ、多少はできましたね。まだのところ、まあ、当然今日は相手も3バックで多少ミスマッチも起きる部分もあったんで、山口戦のようにはめ込むっていうことはできなかったですけど、まあ、それでも、はい、こちらから前向きにボール奪いに行くっていうことに関しては、まあ、この間よりは良かったんじゃないかなと思いますけど、このボールどう使うかっていうね、また繰り返しですけど、ね、またいい選手が出るべきだし、そういう意味でまた今日から新しい競争が始まるのかなと思います。